はい、こんにちは。ヘメットパート5やっていきましょうか。2歳の2月の2週を迎えております。成長段階は4段階の終盤ということで、4段階中に4大大会行けるんだったらば行っといた方が得だよねということで、一番きつい大会が一番最初に来るんですが、やっていきたいと思います。グレイテスト4でございます。さあ、勝てるんでしょうか。まあ、特殊個体ではあるし、初期能力も高いんですけれども、さすがにこんだけ技を覚えて2歳で挑むのは初めてなので、やっていけるかどうか分かりません。で、ここで出てくる相手がね、火力がないと本当にきつい1体組長がいるんで、まあ、使い込み自体は非常に美味しいんですが、やっていけるのかというのが非常に不安でございます。で、現状使い込み状況なんですけれども、聖剣が34回、レフトナックル27回、そして回し蹴りが3回という状況です。やはり火力で倒しきらなきゃいけないので、レフトナックルがメインになるかなとは思うんですけれども、まあ、そこはちょっといつも通り大きい輪変で回し蹴りも混ぜつつね、やっていきたいと思います。はい、じゃあまずはゼラニキでヘメット挑戦時のパラメーター見ていきましょう。このような感じになっております。ズドン。はい、こんな感じですね。まあ、前回の S 公式から2ヶ月も経っていないので、大きな成長はありません。こんな能力で挑んだことあるかな。いや、でもね、力500あれば、レフトナックルの A の45なんで、多分ゼラニキカーマインはね、かなりダメージ出せると思うんだけれども、当てられるのかといったところ、もう本当に回避737どっこいしょするしかない。おんぶに抱っこゲーミング。インフェルノー余計僕はコントローラー持ってません。だって無理だもの。だってこんなの勝てないんだもの。米欧も出ちゃいますよ、こんなの。間米欧も出ちゃう。これは勝てないんだな。ふざけんなよ。まあまあまあ、一旦な、上振れを許してやろう。まあまあ、この上振れを受け入れたことによって、このヘメットは強えぞ。もう全部避けちまうからな。マジでさっきの試合何が起こったの。もう何もしてないんだけど。さあ、じゃあやっていきましょう。インフェルノ 22%。 いや、避けられる世界戦はあってもいいんだよね。はい、ナイス。これ30消費させたのめちゃくちゃでかい。で、こっから踏みつけ使わせて、ガッツスカンピンからレフトをかましていきたい。来い。ドララはおかしいよ。なんで選んでんの、そんなの。なんでそんなの選んでんの。当てられるからなの。大丈夫、踏みつけたい。しょっけ、さっきがおかしかっただけ。さあ、こっからでもね、半分、6割ぐらい出ると思うんだよね。でもそもそも 55%、一発を通さなきゃいけない上に全避けしなきゃいけねえぞ。さあ、ナイスナイス。まあ、さすがにね、回避マックスではないと言ってもヒット率だいぶ死んでるからな。そもそも当たる方がおかしいからね。さあ、レフトナックル全然当たりませんが、使い込み自体は非常に順調。複雑な心境ですよね。倒したい気持ちと使い込みを稼ぎたい心境。まあでもやっぱりピーク前に出てるということで、使い込みをメインでやっていきたいんですけれども、能力がギリギリすぎてやっぱりね、ちょっと不安だよね。一発当てとかないとそわそわしちゃうよね。さあ、残り10秒、一発決めようか。備え当たらん。はい、備え当たらん。やばいよそれ。ワンツーでも打っときゃよかったが。さあ、これ久々ですね。どちらも削れなかった。ただかなりガッと使った。自信はあるぞ。いや、意外と危ねえじゃん。よかった。さあ、素振りも済んだし、カーマインでしっかりと捕まえていきましょう。相手も火力相当出るオフェンシブですけれども、まあまあ耐久ないんでね、レフトナックルが刺さればダメージレースは全然できていけるかなと思うけどですな。天才じゃん。天才じゃん。あれ、覚醒した。カーマインの攻撃ってこんなに外れるっけ。よっしゃ、じゃあ一発いけ。ほら、こっちのも全然当たんないんだよね。全然当たんないんだ。デスすらこれ使用的に美味しい。めっちゃ避ける。どうした、これ組長にタコ負け。組長タコ負け世界。これ組長タコ負け世界かもしれない。いや、でもめっちゃ使い込みできてる。偉すぎ。おい、完封か。ちょっとおならがないけど完封できるかもしれんな。これ完封していこう。うわ全然勝てる。ただ死ぬほど上振れた。カーマインサイドがブチギレるレベルで上振れたな。これ組長怖え。さあそんな組長を迎えていくわけですが、現状組長1勝1敗なんで、最悪負けても OK なんですけれども、なるべく早めに抜けておきたいよね。同点決勝できればレフトナックルがさらに上乗せズドンできるんで美味しいんですけれど、こういうね、こういう高いヒット率を避けるときは最終王旗が当たる気がする。いや乗り越えれる、うちの子なら乗り越えれる。そろそろ最終王旗の悪夢からのそっち通されるんだ。いってー、てか組長にどんだけ通せんの。うちのレフトどらえる。むちゃくちゃいい勝負ってことは、やっぱりヒット率の低い技をズンバするしかないですね。これ3発当てなきゃいけなさそうだな。頑張れるか。うわ偉すぎ、偉すぎ。クリティカル逆上めっちゃいいんじゃない。逆上 81% よ。これ最強に美味しい、これ最強に美味しいよ。ここもう一発もらっていこう。ダブルラッキーセブンマン OK。 股間に寄るんだ。さすがのラブレスもたまらず2連逆上ですけれども、さあこれどうする。怖い。でもこれいったんじゃない。もう一回使ってシャレになってねえよ。シャレになってない。あれ今2枚じゃなかった。これいまだになんかね、絶妙な判定で負けることありますよね。ちょっとワンツー1回挟んじゃってめちゃくちゃもったいないけれども、滑り込み整形1回入れられたんでよしにしたいと思います。ちょっと普通に勝てるね。なんか最初のゼーランディアの悪夢あったっすけど、あれはゼーランディアが上振れただけに過ぎなかったんで、やっぱり回避型そこそこに上振れたら勝てますね。よし、じゃあ回避型が一番怖い M1 グランプリに次は向かいたいと思います。はい、それでは山菜の5月の2週になりました。成長段階はピークに入りたてほやほやといった状況で入ってはしまったんですが、使い込みさらに進めていきましょう。さあ一番怖い大会 M1 グランプリよろしくお願いします。そうなんだよな。ラッキーパンチがどうしてもありすぎるこのゲームにおいて、耐久力等が中途半端、ダメージレースもできない状況だとマジで一番怖いやっていきましょう。で、現状の使い込みなんですが、先ほど非常に使い込みができました。同点決勝に行かなかったのにもかかわらず、聖剣が1回プラスレフトナックルが13回使えたことによって聖剣34回レフトナックルが40回まで来ました。ここでレフトナックルの使い込みが終えられれば、もうあとは回し蹴りと聖剣のみになってきますので、かなり使い込み楽になってくるんじゃねえかなと思います。でピーク抜けた後で火力が上がるよりは、ピーク中に犠牲を吐いて4大大会出てしまって余剰大会を削るっていうのも、最近使い込みが必要とするモンスターは卓の一つかなと思っております。従来であればありえない育成なんですけれども、使い込みを要するモンスターでこの縛りだと卓の一つかなと最近は思い始めております。これも経験ですね。やっていきたいと思います。そこら辺考えていきましょう。じゃあドルーニキでまずはヘメット調整時のパラメータ見ていきます。このような感じになっております。ズドン。はい、こんな感じですね。ピークに入るまでは丈夫さを上げておりました。で、そこからピークに入って1ヶ月なんですけれども、賢さを伸ばすような感じで、定適性を順当に上げる形ですね。そんな感じでやっております。もともと能力が全体的に中途半端まばらだったので、そこまでね、気合を入れて上げなきゃいけない能力もないといったのが非常に楽ですね。賢さもですね、適性 D で上げなきゃいけない、頑張んなきゃいけないと思いつつも、スタートが300近くあったので、かなり楽かなと思っております。グレイテストフォイルは能力高いんで、基本的には戦いやすいとは思うんですけれども、ワンパンがありますからね。ここら辺のモンスターは丈夫さ上げたと言っても本当に気持ち程度、お守り程度、丈夫さじゃなくて回避が機能しているおかげで相手のヒット率は死んではいるんですけれどもね、忘れないでゼラニキやってきたからね。平気で 10% とか1桁パーとか通してくるから、オルドーフなんか 7% の猪木通してきたからね。さあこういうの 2% 怖いよ。よしナイス回避、いいよ。じゃあ闘魂入る前にうちやー、なんで滑り込みアウトなのガツ食べられると怖いんですけどちょっとアスタウンドとね、ドルニキでちょっとレフトナックルを5回ずつ使えれば理想なんで、超レフトはね別にピーク中に覚えるつもりはないんで別にいいんですけれども、ここで55で使えれば理想。はい、これで4回吐いた。そう、当たる連チャン交換直撃でさすがのクリティカルでダウン。危ねえ、怖い。 13% 普通に危ない。でこれで最後1回使って OK5 回いけましたね。十分です。文句なし。しっかりンとしかもドルガード黄色ゲージまで削り切れるんか。オッケー。これは普通に強いぞ。力500でもダメージ A の45ロマンで通すことができれば意外といけちまうんですね。よっしゃ、じゃあ次行きましょう。さあ順調ですよ。ルージュやっていきましょう。ここはどうしよっかな。回し蹴りにしとこうか。まあ、そもそもそんな当たんないと思うんだよな。よしよしよし、いつもなら必要経費で払う種ガンをしっかりと避けたの偉すぎる。いやー、これドレインズンバ、ドレインズンバ、よーし避けた。でかすぎ。どんぐらい火力出ちゃうんだ。あんまためすぎ現金か。54% どうですか。こういう時は当たるんだよね。圧倒的優位の時って当たるんだ。でもクソ出てる火力すっぴんで350、クリティカル出たら死ぬやん。ちょっと使い込みなるべくしたいな。どうしよう。聖剣刻もうかしら。聖剣ちょっと刻むのありだね。回し蹴りある程度、いやもう一発ガッツピンピンギリギリの状態で打って、おいおいおい、それは溜まっちゃってる。ガッツ溜まっちゃってるから、はい避けてね。何して、危ねえ耐えた。いやこれどっちね、これどっち。聖剣刻み、いや聖剣2回を吐き切れるぐらいだったら回し蹴りを最後一発吐いて圧倒的優位から逃げ切りで、いやそのタクそのタクでいこう。ここは回し蹴り稼ごう。やめてねそれ、多分怖い。ちょ変なの当たんないで。時間がうわーキモすぎ。お前そこよけろよ。いやー、なんかルージュが変な置き土産したせいでめちゃくちゃこの確率収束岩石の元締めが怖いやってきそう。回避高いから 1% だとは思うんだけどね。 1% ってなんか安心できないよね。じゃあなんら安心できるなやって話だよね。もうさ 1% をさ、やっぱりモンスターファンこんだけやってきてるからさ、 1% といえどもね遭遇してるんすよね。相当多分皆様よりも遭遇していると自負しておるんですが、怖いんですよ。怖いんですよ本当に。ちょっとねうんこがね出ることもあるんです。何言ってんの。もうちゃんと使い込みしよう。オッケー、レフトナックル稼いでいくよ。でも本当にね、おむつ履かなきゃマジでヘとかうんこ出そうな時マジであるんですよね。さあガッツいい感じ、レフトナックル使っていこう。さあ当てようか。これ避けるね。大丈夫。さあもう一発いこうか。当てろ。ちょやばい、なんか流れが怖いよ。ちょっと待って、歌して、よしよしやってよ。ヤクオトシだったんだよ。しゃやっていこう。まあ、使い込みもねちょっとレフトナックルちょっと湖の事故で足りなかったんで2回足して回し蹴り稼いでいこう。さあ大手ゴミよけろ。タックルは本当にもうダメ、トラウマになってる。危ないし、もうボーナスタイムだからもう前向きに捉えよう。負けたことはボーナスタイムに突入したのと変わんないし。大手ゴミも避けた、完璧じゃないか。じゃあここからレフトナックルを2回使ってよし、いいよ。これで一発入れていいダメージだ。でもう一発入れてこれで使い込み終了です。いやーしかせだ。ここからもう回し蹴り使えば使うだけアドバンテージですからね。アッパーか。だったら後ろ下がって、そこらへんがいい。よし偉いぞ。まあ 1% ある以上偉くはないんだけどね、どの技もね。さあじゃあここからしっかりガッツ冷めたから使っていくぜ。オッケー。ガッツもね回し蹴りそこそこパクれて美味しいね。もう相手に技打たせないでいこう。技打ったらもう可能性が出ちゃうからこいつ。いけ、やばいよけられた。ちょっと待って。整形入れたい。オッケー。あら全部ちらつく。1個目のタックルが全部ちらつく。アッパーなんかズームで当たりに座ったクッションがマジでちらついたな今。怖かったー。いやでもだいぶ稼げたねこれ。だいぶ美味しい上乗せじゃない？はい、ということでね、ちょこちょこなんか意味わかんない確率で負けたりしたんですけれども、まあこれはもうモンスターファームですとしか言えないですよね。いやでもあそこの一番で当てるか。スタウンド側がさこっちの操作キャラだったらむちゃくちゃ熱狂だよね。ブザビー付近で 8% 当てて逆転勝利、熱すぎるけどな。やられた方も笑うしかないわ。いやお見事でしたし、当ててくれたおかげなのかな、まあ使い込みも上乗せすることができたんで、よしにしたいかなと思います。はい、じゃあそんな感じで今回は終わっていきます。次回はですね、まあ使い込みとか、まあ能力的にもですねそこそこ戦えることが分かったし、まあ間に合っていく能力内ではあるので、まあピーク中にはなってしまうんですけれども、ウィナーズ杯とワールドモンスターズ杯も出つつ、ちょっと回し蹴りの使い込み稼いでいこうかなと思っております。まあレフトナックルの使い込みも終わり、聖剣もちょくちょく挟みつつ、回し蹴りもねここで上乗せすることできたんで、その2大会で使い込みすることできればレジェンドカップとシルバー杯で多分間に合っていくんじゃないかなと思いますので、次回もピーク中ではあるんですが4大大会挑んでいきたいと思います。能力中途半端状態にはなりますが、また次回もなんか波乱があるのかなそろそろハムらしい戦い方、ハム大好きなハムリーフを育てる今回の理由が、楽しくモンスターファームをやりたいだったんだけれども、モンスターファームの悪い部分と悪のままうちが出てません美味しい出汁を味わしてくれはい、じゃあ終わっていきましょう。今回の動画面白かった、相変わらず確率やりすぎてない？まあ笑えたからよし、次回も楽しみにしてるぞって方は高評価、今後もこの動画、このシリーズ、このチャンネル気になる方はチャンネル登録もして応援していただけますと動画制作の励みになりますので、ぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それではまた次回のヘメット育成動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。